新シリーズ私立プリコネ学園。プリコネ学園ギルド祭？何ですかそれは。各ギルドが出し物やお店をするお祭りのようなものでございます。この学園の行事でランドソルの人々も詰めかけるとか。それでうちのギルドは何を出すのよ。それはもちろん魔物キッズ。却下。では主様の写真をギルド全面に貼った主様展はいかがでしょうか。割と受けそうなところがあいつの恐ろしいところよね。でも却下。そういうキャラちゃんはどうなんですか。お客様が喜びそうなものを考えてください。私はメイドカフェとか。キャルちゃん。キャル様。何をその期待に満ちた眼差しは。いっそ猫耳をつけて猫耳メイドカフェにしましょう。元からついてるわ。プリコネチャンネルリダイブ。ラジオを聴きの皆さんおいっす。ペコリーヌ役マオです。ラジオを聴きの主様おいっす。ココレ役伊藤美久です。ラジオを聴きの皆さんぶっこおいっす。ケル役立花梨花です。今回のオープニングショットといいの。はい、コント台本はい、はプリコネームルリーロピースさんの投稿でした。先週 に、そうですね、引き続き学園ものが続きますね。はい、いやいいな、なんかギルド祭楽しそう。いいですね。制服とかどういう感じなの、うん、それこそメガネ、メガネかけましょうよ、ね、先週そんな話になってたからやりたいことを全部ペコちゃんが焼きそばとかこういっぱい作ったりとか。待ってダメよ、ペコに作らせちゃう。全部食べるから。ああダメだ、食べ物はダメだ。大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。絶対食べる。売れるものがないです。ということで、うん、私立プリコネ学園シリーズ、シリーズになるのかな、うん、思いついたら皆さんぜひ台本送ってきてください。もちろん普通の台本もお待ちしてますよ。今回はオープニングトークの話題はなし。はい、すぐに始まりますが、その理由はこの後わかります。うん、さてプリコネチャンネルリダイブ、この番組はプリンセスコネクトリダイブの世界や魅力を余すところなくお届けするラジオ番組です。それではそろそろ冒険の旅に出発しましょう。プリコネチャンネルリライブ第123回。プリコネチャンネルリライブ、この番組はサイゲームスの提供でお送りいたします。プリコネインフォメパート1。ではここでゲームプリンセスコネクトリライブの最新情報をお知らせします。11月30日に予定しているアップデート情報をいくつかまとめてお届けします。まずはキャンペーン情報。探索ドロップ量2倍キャンペーンを開催予定。期間中探索クエストをクリア時に獲得できる報酬の量が通常の2倍になりますよ。続いて星録情報です。イオちゃんの星録才能開花が解放されます。うわー、星6になったイオちゃんはユニオンバーストの誘惑時間が伸び、さらに相手の TP を減らす効果が追加されます。うん、バトルアリーナやプリンセスアリーナで大活躍してくれそうですよ。うん、お楽しみに。そして便利なアップデート情報です。バトルアリーナとプリンセスアリーナのランキング順位に応じて各コインを時間経過で獲得できるタイム報酬の獲得上限が1万枚から2万枚に引き上げられます。うん、上限が2倍になりますが、引き続き定期的なコインの受け取りを忘れずに。以上プリコネインフォメパート1でした。この後もゲームの最新情報をお伝えしますよ。お楽しみに。プリコネチャンネルリダイブ。改めましてパーソナリティのプリンセスコネクトリダイブペコリーヌ役マオです。
パーソナリティの心役伊藤美久です。パーソナリティのキャル役立花梨香です。さて今回前半のゲームに関するお便りの特集テーマはみんな大好きプリンセストークです。イエーイ。いつもオープニングに1通ずつご紹介しているんですが楽しい質問がたまったので特集いたします。皆さんも一緒に妄想、想像しながら聞いてくださいね。楽しんだな。では早速プリコネームしまプリンさんからいただきました。ありがとうございます。まおさん、みっくりっか様、おいっす。おいっす。私は読書が趣味なのですが、先日読んだ本の内容が、女性著者が様々な場所を旅行するエッセイ本でした。へー。そこでふと思ったのですが、皆さんがプリンセスたちと女子旅に行くとしたらどのようなメンバーで行きたいですか？ちなみに私は美食伝の3人プラス美代子と一緒にスイーツ主にプリンの食べ比べをして回る旅をしたいです。普段からミミちゃんを愛してやまないミックはやはりリトルリリカルの3人でしょうか？まるで生徒と先生修学旅行のようですね。そんな4人の様子をあゆみちゃんかすみちゃんと一緒に追跡するストーキング旅も楽しそうだなじゃあそりゃこれはすごい女子旅、女子旅か女性からのお便りですね。 ありがたいですね。女子旅か。あでも宮子みたいにスイーツの食べ回る旅っていうのであれば玉木とたい焼き巡り、ああいいですね。さん巡りとかいいですね。たい焼き美味しいよな。あーまあ個人的にはまあゆかりさんとまあ女子旅にね、いいですね。それもいいですね。飲み回る旅いいわね。私あのつむぎちゃんと、いろんななんか服屋さんみたいなのなんかそこならではのこのなんかこう、伝統的な民族衣装とかあるようなところを回って2人でああだこうだかわいいだなんだ試着はできるのかっていう旅をしてみたい。いいねいいね。あのそれこそ京都であのちょっとなんか一日体験できるみたいな着られるみたいな、はい、いいね。私それだったらあの真帆さんとかとも一緒に行きたいです。はんなりした感じで。確かに確かに。ああいいな、京都っぽいところ。確かにな、まあ、それで言ったら沖縄に行って香りと、あいいですね、わちゃわちゃ元気に過ごすのも良いだろうし。良い。わあ旅か、まあ、それか、りんちゃんと今同じの見てたなんて言うんだろう二人ともりんちゃんで動物園に。あかわいい。あのどこでしたっけ、なんかキツネさんに会えるところとかあるんですよ。そうなんかこうなんだろう電波の届かないところに行きたい。そう行きたい行きたい。動物園リマちゃんと一緒に行ったらどうなるんだろう。あリマ、あらリマ、リマちゃんはどういう気も、どう、あ、あやめよう、やめよう、考えるのやめよう。じゃあ続きましてプリコネームタコ日記さんです。ありがとうございます。美食伝の皆さんおいっす。おいっす。暑さも和らぎ少しずつ秋っぽくなってきましたね、過ごしやすくなってきたのでお出かけしたいと思っている方も多いはずということで今回考えたトークテーマは一緒にドライブに行きたいプリンセスは誰です。自分はしずるさんです。1時間以上運転してたら、はい1時間運転したので1時間休憩みたいな感じで体調管理をしっかりしてくれて最高のドライブができそうです。皆さんは誰とドライブに行きたいですか？なるほどね。確かに確かに。お姉ちゃんと一緒だったらていうか代わりに運転してくれそう。確かに確かに。交代してあげるよって。君は助手席で寝ててみたいな。え素敵最高。わいいな最高やん。運転してる姿を横で見たい。あ運転してるのを見たいとかドライブしたい。あーわー迷うわね。やっぱミミちゃんを助手席に乗せたいな。あわすごいこんなところ初めて来たってわちゃわちゃしてる喜んでるミミちゃんの姿が隣で見たいな。大丈夫ちゃんと運転できるちゃんと運転できるあのよそ見しないように しなきゃ。そうだね、あのちゃんと保護者の許可を取ってねあすごいって言ってるミミちゃんが見たいな。うわドライブか。ドライブあちょっとなんか大人のイメージがあるからな。あでも待てよ、クリスさんとかって運転すごそう。
あ、もうハンドル握ったら性格変わるみたいな。めっちゃ行くぞみたいな。あー、やばいな、すごいな。どうなんだろうな、ドライブか。ドライブ横に乗っててほしい。運転が私で、うん、まあ運転免許はあるけど運転しないからな。運転してほしいキャラで選んじゃうな。確かに。うんうん、うんうん、あ、伊予先生。おお、安心して寝られるよ。確かに預けられますね、命を。ね、本当だね。ちかちゃん。ああ、いいですね。歌ってって。間違いない。ドライブ。間違いない。一緒に歌って。いいですね。最高。快適だね。いい。続いてプリコネーム JD さんからいただきました。ありがとうございます。美食伝の皆様、おいっす。おいっす。あっしは最近こじんまりとしたカフェ巡りにハマってます。おお。あ、九州の方なんですね、うん。メニューの中には女性をターゲットにしたであろうものも多く、あ、これはあのプリンセスが喜びそうだなどと思いつつ楽しんでやす、うん。皆様は落ち着いた雰囲気のカフェには誰と行きたいですか。あしはコッコロちゃんとお茶したいでさ。確かにコッコロとお茶するのはすごく癒されるかもしれないですね。確かにね。ゆったりとした時間が流れそうな落ち着いた雰囲気のカフェ。のカフェ、わあ、迷うな迷うな迷うな。落ち着いた雰囲気のカフェか。レイさん。あ、いいね。いいですね。そう、今こう振り返った時に落ち着いたキャラっていたっけ。落ち着いたキャラって落ち着いたところに連れて行ける子が誰だ。誰だ落ち着いてる子。落ち着いてる子カフェ。ゆいちゃん、ゆいちゃんとかとこうういういしいデートしたいです。なんかいいね、落ち着いたカフェで、うんうん、私これにするねみたいな。あ、いいな、いいな。じゃあこれ、俺これにするよみたいな。じゃあ一緒にシェアするみたいな。わ、シェア、したい。シェアだってよ。したいんですけど、幸せなんですけど。いいな、いいな。なんかいろんな本とかが置いてる、うん、本だけじゃなくてなんかこう、うんうん、美術本みたいなのが、うん、おしゃれなカフェありますよね、うん。ところでしおりちゃん。あー、いいね、しおりん。痛いな、しおりん。わー、そうだな。あ、みふゆさん連れてって。の、もう今日はもうここは俺が持つから、好きなだけ。あ、好きなだけっていうとあれだな。あ、ちょっともうあのちょっといい喫茶店だから、うんうん、あの好きなもの食べて飲みなってやりたい。あー、かっこ、いいの、うん、ってなりそう。うんうんうん、なるほど、盛り上がりますね、やっぱり。いいね。あ、まあ、ちかちゃんとアフタヌーンティーしたい。わ、いい、いいな。3段ぐらい、なんかよくわかんない、ちっちゃい、ちっちゃいやつが入ってるやつ。あ、いいの、いいな、いいですね、うんうん。ではでは続きまして、プリコネームあっくんさんからいただきました。ありがとうございます。美食伝の皆さん、おいっす。おいっす。初投稿です。あら、ようこそ。どうぞ。自分は学生でアルバイトをしています、うん。そこで思ったのが、プリコネのキャラとバイトをしたら楽しそうだと思いました、うん。質問なのですが、皆さんはどのキャラとバイトをやってみたいですか？ぜひ教えてください。ちなみに僕はキャルちゃんが大好きなので、キャルちゃんと一緒に飲食店やコンビニでバイトしてみたいです。あら、嬉しい。いや、キャルは、キャルはきっとまあ働くと思いますよ。そうですね、ちゃんとなんでやんなきゃいけないのよみたいに言いながらも、言いつつね、うん、何やってんのよ、ここはこうでしょって言いながらやってくれそう。教えてくれそう。あー、かわいい。バイトになる。キャル頑張れ。誰だろう。あ、ママサレンとかはまあ頼もしいですね、うん。そうですね。あ、うんうん、私、うん、たまきちゃんと猫喫茶で働きたい、バイトしたいです。みたい。マオさんの猫みたいな。たまらず一緒になってゴロニャーしちゃってるたまきちゃんを見てニヤニヤして。あらあらって。あらあら。またまたくんって。やりたい。あ、待てよ。飲食店ってことはそこのお店の制服があるってことよね、うん。あ、そうです。確かに。ははん、なるほど。ははん、ははん、なるほど、なるほど、うん。そうなると話が変わってきますね。あ、でも私キャルちゃんにあのスマイル頼みたい。あ、スマイルくださいって。スマイルくださいって言いたい。言いたい。一応きっとバイト中は最低限の営業スマイルはやってくれるんじゃないかな。頑張れキャル。頑張れ。
アルバイトかどうしよう。すずなちゃんにお洋服売ってほしい。うん、マジかわとか言われたらもう全部買っちゃう、うん、買っちゃう買っちゃう、ほいほい買っちゃうな。絶対営業トップで売り上げ売り上げ間違いない。確かに、悩む。ミック、そっか、これまでバイトしたことが、私バイトしたことがなくて、あんまりこのバイトのボキャブラリーがないんですよね。どういうのやってみたいとかあるの？映画館。おいいね、めっちゃ憧れて映画館のバイトとか、うん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 、なんかちょっと知的な感じしません？わかんないけどなんか本屋と、本屋さんと映画館はこう文化人みたいな。かわいい。詳しくなりそうですよね。うん、確かになんかイメージが。そっかそっか。じゃあ映画館で一緒にバイトできるってなったら、誰だろう、誰だろう、映画館で一緒にバイトしてくれる子誰だろう。文化的な子、うん、文化ってなんだ。文化的な子いたっけ。いるよ。しおりんぐらいしかやっぱり出てこないですもんね。そうだ、あーでも最近アニメ映画とかも多いから、うんうん、ナナカとかだ、ね、そうですね、ナナカとか。めっちゃ教えてくれそう。ちょっとホラーっぽい感じの映画だった、しのぶちゃんの。いいねいいね、うんうん、うんうんうん、良さそう。いいですね。あ、いいですね。はい、うん、わー、ということで他にもいろいろ送っていただいてたので、またね、いずれ紹介したいと思います、はい、以上今回の番組前半はプリンセストークをお届けしました。ゲームに関連して私たちにトークしてほしいリクエスト、プリンセストークのお題投稿お願いします。番組後半はあんなコーナーやこんなコーナーもやっています。最後までお聞き逃しなく。プリコネインフォメパート2、重大発表。以前より告知していた12月のメインストーリー第1部最終章追加に合わせて開催するストーリーに関連した特別イベントの最新情報です。おー、まずこちらの特別イベントには参加条件があります。12月に追加予定のメインストーリー第15章の特定話まで読み進めると特別イベントに参加できますので、今のうちに読んでいないストーリーがある方は読んでおきましょう。またこちらの特別イベントに付随したアップデート内容が2つ決定しました。1つ目はプレイヤー経験値 1.5 倍キャンペーンです、うん、今回はメインクエストや成績調査、進展調査でも獲得プレイヤー経験値が 1.5 倍になります。11月30日から開催予定なので、この機会をお見逃しなく。そして先ほど特別イベントの参加条件にメインストーリー第15章の特定話まで読み進めることとお話ししました、うんうん、物語の結末が気になる特別イベントに参加したいけどなかなか冒険が進んでいない方もたくさんいらっしゃるかと思います、うん、そこで2つ目アップデート内容としてストーリー開放機能を予定しています、うん、なんとこのストーリー開放機能でメインクエストをクリアしていなくても第1部の各章のストーリーが読めるようになります、うん、こちらの機能も11月30日から利用可能になる予定です。経験値 1.5 倍キャンペーン、そしてストーリー開放機能を利用して最終決戦に備えましょう。各キャンペーンの開催期間や特別イベントの詳細情報は順次ゲーム内のお知らせや公式サイトで発表していきますので続報をお待ちください。以上プリコネインフォメパート2でした。ではここで一曲お聴きください。ストーリーイベント忘却のキャロルのテーマ、あやね CV 芹沢優さん、くるみ CV 上田かなさんでディンドンホーリーナイト。街の空気もデコレーションしてそわそわしているみたい、だって今夜はみんなでパーティーだ、パーティーパーティーナイト、パーティーパーティーナイト、大きなケーキ大きなツリーすごくドキドキしちゃいます、家族や友達の笑顔が大集合、いい子にしてとサンタさんも来る
あ今回の後半はこのコーナーから、プリコネ大喜利。こちらはいわゆるネタ投稿コーナーです。今回は岸くんがついにプリンセスにプロポーズ、誰に何と言ったの特集です。来たよ。このお題もう本当にめちゃくちゃたくさん投稿が届いています。みんなやる気がすごい、やる気すごい、やば、楽しみ。じゃあいきます。プリコネームはるさんからの、岸くんがついにプリンセスにプロポーズ、チカに何と言った。チカ、僕は君と愛する人との幸せを綴った歌をこの人生という名のご政府に作り上げていきたい。なんで笑うんだよ。なんで私が笑われたみたいな。いや、かっこいいよ。かっこいいよ。なんかすごいかっこいいですね、うん、思った以上にかっこいいよ。ちゃんとこう、ね、キャラクターとのそうね、あれを考えて作り上げていて、すごいと思います。本当にもう笑いながら、いや、すごすぎてちょっと本当に好きなんやなっていう気持ちが伝わりましたね。なんか別に私たちチカじゃないけど勝手に照れてるよね。なんかむずがゆくなっちゃっていいってなっちゃう。あ、楽しい。じゃあ続きまして、プリコネーム枝なくさんからの、岸くんがついにプリンセスにプロポーズ、ゆかりに何と言った。君の空っぽになったそのジョッキも心も僕が満たしてあげたい。おー、いいこれ美しいんじゃない。うまいですね。うまいよ、ちゃんと、なんかちょうど多分一緒に飲みに行ってて、あー、ジョッキいいですね。空っぽになったところで言うんでしょうね。うわー、酔いが冷めちゃう。泣くよ、そんなこと言われたら。いや、素敵じゃないですか。いい、すごいわ、続いて、プリコネーム、同じくですね、枝なくさんからの、岸くんがついにプリンセスにプロポーズ、強化に何と言った。ここ1ヶ月ずっと強化ちゃんをこっそり後ろから見守ってたけど、いろんな変態不審者さんから声をかけられてたよね。だからこれからは僕が強化ちゃんを守ってあげる。ギャップ、ギャップ、前とのギャップ。逃げて逃げて逃げて、強化ちゃん鳴らして鳴らして、もう引っ張って、無駄鳴らして。これはちょっと、これが変態不審者さんだ。もうあなたもです。なるよ、あなたです。あなたです。うん、大変これは、かわいそうだよ。では続きまして、プリコネームダンミッツさんからの、岸くんがついにプリンセスにプロポーズ、忍に何と言った。そのタロットカードで俺の体を引っかき続けてくれ。プロポーズ、プロポーズ、プロポーズに入ります。これ気づけないやつ。忍は気づかずに、お父さんが気づいて、気づいて、やっとなーっていうやつなるやつですな。どんな、難しいね、プロポーズ。させてないですね、難しいですね。じゃあ続きまして、プリコネームカナリアさんからの、岸くんがついにプリンセスにプロポーズ、宮子に何と言った。この婚姻届に印鑑をしてくれたらプリンを買ってあげるよ、どうかな。オスなの。ダメです。ちょろいぜ。ちょろいよ、ちょろいよ。プリン1個でいいんだ。ちょろいよ、ちょろいよ。続いて、プリコネームカナリアさんからの、岸くんがついにプリンセスにプロポーズ、ギャルに何と言った。ギャルに罵られるたびに喜びを感じる体になってしまったみたいなんだ。責任を取ってこれから毎日一緒にいて罵ってくれないか。知ってる。いやよ。これ知ってるよな。クーカちゃんに。カナリアさん、あなたクーカですね。喜びが喜びここにあったんですね。これはいかんな。面倒見てもらわんといかんです。しょうがない。では続きまして、プリコネームカナリアさんからの、岸くんがついにプリンセスにプロポーズ、ペコリーヌに何と言った。今までは美味しそうにご飯を食べてるペコリーヌを見ているだけで幸せだったんだ。でも今は毎日一緒にご飯を食べたいと思っているんだけど、
ダメかな。食べましょう。食べましょう。よかった。スイーツ。これいい。いやー素敵すぎるでしょ。これいいね。キュンキュンですね。これはいい。罵ってくれって言った人と同じだ。ギャップギャップ。同じ人と同じ人ですか本当に。すごいんですけど。じゃあ続きましてプリコネームアウトドアなインドア派さんからの岸くんがついにプリンセスにプロポーズ。こっころに何と言った？今までお世話してくれてありがとう。本当に感謝してるよ。だからこれからも一生お世話してください。またするんかい。わかりました。あ、わかり、あ、あ、やっちゃおう。一生私がって言いそうだもん。ダメだよ。ダメだよ。いや今までお世話してくれたから今度は僕がじゃないんだ。僕がじゃないんじゃないんだな。じゃなかった。相変わらずやな。うん、続いて、プリコネームカイリパパさんからの岸くんがついにプリンセスにプロポーズ。こっころに何と言った？働きもせず甘えてばかりでお小遣いもらってばかりで新キャラの女の子とも仲良くなるが一生養ってくれ。お前もか。お前もか。どいつもこいつも心に養われようとしよってからに男の子なのに。好き。ここでも。ここでも強く生きような好き。生きような。では続きましてプリコネームアリュマージュさんからの。岸くんがついにプリンセスにプロポーズ。ペコリーヌに何と言った？ペコリーヌちゃん、君を一生お腹いっぱいにさせてあげます。コッコロちゃんからもらったお金で。いやもう途中までよかったじゃん。もうコッコロはどうしたらいい。コッコロはどうしたら幸せになれるんじゃん。ほらもうキャラと一緒にバイトしよう。もうバイトしますね。バイトしましょう。これは自分でちゃんとお金頑張ってね。あー面白い、ということで以上プリコネ大喜利をお届けしました。現在募集中のお題はプリンセスが主様と二人きりプリンセスはどうする。岸くんがついにプリンセスにプロポーズ。誰に何と言った。あの岸くんが振られた。一体何をした。です。投稿お待ちしております。さて続いてはお待たせしました。ゲームをしていてリッカ様演じるキャルちゃんに一括してほしいことを送っていただくキャル様の一括。おー、来ました。久しぶりです、じゃあ行きます。プリコネームケロさんからいただきました。ありがとうございま す。美食伝の皆様おいっす。おいっ す。正直に言います。私は今までデフォルトのキャルちゃんを育てたことがありません。え、その理由は水着キャルちゃんがデフォルトのキャルちゃんキャルちゃんを育てる前に当たってしまったことによりやった水着だというとても単純な理由でデフォルトのキャルちゃんそっちのけで水着キャルちゃんの育成を始めてしまったからです。そして今日までデフォルトのキャルちゃんを育てています。え、こんな不純な動機でしかキャルちゃんを見られない私をどうか叱ってください。お願いします。育ててないんかい。育ててないぞ。ここまで育ててないんかい。これはお叱りですね。これはお叱りですよ。いやまあ水にお迎えできたのはまあ良かったと思うんですけど、いやこれはいかんぜよ。これはデフォルトのキャルちゃんの要塞立ってくださいねさん。よしでは準備はいいでしょうか。よっしゃ、キャル様の一括どうぞ。ちょっとケロ、あんた私の水着姿ばっかり見てるっての？とんだ変態ね。もうこっちばっかり見るんじゃないわよバカ。だいたい普通の私だってちょっとは可愛いところあると思うし、それに今はもう星6になってだいぶ火力っていうのもなんかあれね、だいぶ攻撃力も上がったし、それに星6になると衣装なんかもだいぶバージョンアップするのよ。どう、見たくなってきた？見たくなっ、まだ水着見てるの？うぅクリムバースト倒されちゃった。ケロさんいいやつだったな。ケロさんはいい人だった。水着が大好きないいやつだった。でも良さは伝わって、
うん、ありましたね、すごい。ぜひね、育ててあげてください。いいやつなんでね、うんうん、ということで以上、番組の、後半はプリコネオギリとキャル様の一括お届けしました。投稿お待ちしています。プリコネチャンネルリライブ。今回は発売中の CD プリンセスコネクトリダイブロストプリンセス、ようこそ美食殿へ、より日だまりを聞きながらお別れです。ではここで番組からのお知らせ。番組ではリスナーの皆さんからのメールを募集しています。いっぱいコーナーありますので、詳しくは響きラジオステーションの投稿フォームを参照してください。投稿心よりお待ちしています。そして今回採用された方の中から1名様にアクリルスタンドを差し上げます。今回はどなたに？はい、今回アクリルスタンドを差し上げるのはプリコネームカナリアさんです。大喜利で大活躍してくださいました。いろんなプリンセスにプロポーズしてくれましたね多種多様なプロポーズをしていただいてありがとうございました。プリコネームカナリアさんはいつもの投稿フォームから郵便番号、住所、本名、連絡先の電話番号を送ってください。プレゼントは今後もずっと続きますので、張り切って投稿お願いします。プリコネチャンネルリダイブは響きラジオステーションで毎週木曜19時配信。次回第124回は12月5日木曜19時に配信です。お聞き逃しのないようカレンダーにメモしておいてくださいね。来週のゲストはクリスティーネ役高橋千明さんが来てくれますよ。お楽しみに。ではでは、プリコネチャンネルリダイブ第123回はここまでです。お相手はペコリーヌ役真央と、コッコレ役伊藤美久と、ケル役立花梨花でした。来週もプリコネチャンネルにリダイブ。プリコネチャンネルリダイブ、この番組はサイゲームスの提供でお送りいたしました。はい、お疲れ様でした。でした、うん、大喜利のお題が新しくなって、はい、だいぶ雰囲気が変わりましたね。そうですね。プロポーズ面白かったですね。いろんなプロポーズの仕方あるんだね、こんなに。確かに人によってね、やっぱり、うん、全然変えてくるんですね。マジコロスケ、コロスケ、でもコロスケの立ち位置とか扱いはちょっとあまり変わってないっていう、うん、本当ですよ。こプロポーズって来たから、コッコロがやっと、うん、そう、主様にいつもありがとうってこう、うん、やっぱ、うん、俺ちゃんとするよって言ってくれんのかなって思ったら、うん、誰一人ちゃんとしてない、うん、どこまでもどこまでも主様、主様であったね。いや、ちょっとコロスケの真面目なプロポーズも聞いてみたいですね、いつかね。そうですね、本当ですよ、うん、真面目にお願いします。はい、ではでは皆さん、次回も聞いてくださいね。バイバイ。